うん、50かな、50から100、もうすぐ検診ですよね。検診？ワンちゃんたちね。うん、うん、そう。で、食べずに朝連れてきて、そうそう、食べずに朝、そのまま夕方まで。そう。で、そのか、あの、朝ごはんをちょっと持ってきてほしい。はい、いつも食べてるやつを。で、その日に狂犬病を打つのはまずい。いや、ご飯さえ食べてくれるんだったら打てんこともない。 あ、そうです。でも検査やった時って絶食だからさ、そんでご飯やっても食べないんだったらちょっと気を改めた方がいいかなと思いますね。もう3月中でも打てるんですか？打てます。あ、じゃあ今週末でも連れてくれば狂犬病だけは打ってもらえる。うん、打てますね。歯空きはもう来とるんですけども。あ、本当。うん、あの、打てれますよ。はい。じゃあ。じゃあ狂犬病だけだったらご飯普通に食べてきてもらう。そうですね。だけどこの子うんち良くなってからね。ああ。ちょっとうんちリープあんま打ちたくないね。去年の時にさ、サンプルフード出したと思うんだけどさ、食べたかな？食べた。食べた。長田さん、消化器サポート低脂肪のさ、消化器サポートで ID ローファットのさ、サンプルをあれば、なかったらしいから。総合ビタミン剤とちょっと肝臓の機能とかで痛み止め、これ胃腸の状態を良くする薬と、これ痛いんだよね、ごめんね、これ痛いんだよね、ごめんごめん、もう一個もう一個、はい、これは下痢止め、ベルベル、ちょっとここ押さえて、すごい。
いいね、ちょっと口が開いて、はい、当選勝者持ってる100の1分に、はい、これ話してよ、話してよ、100の1分これだけでいいよ、うん、お腹に当ててくれるよ、はい、だから、うん、お腹にだってできるじゃん、固定しながら当てるよ、うん、ご飯サンプルフード低脂肪のちょっとお腹壊した時用のこのご飯、はい、サンプル出してきました、はい、食べればやってみてください、はい、でもどっちにしてもね、まあ、油込むのは絶対やらんほうがいいよね何にもさ、いつもと変わらんもん食べとってさ、下痢がなかなか止まらんだと膵臓が弱せたりするケースがあるよね、うん、そうなるとまた低脂肪のご飯、だからチーズケーキを盗み食いしたのかもしれんみたいなだともうチーズってあんま良くないんですよ、うん、僕らが食べるチーズケーキはちょっと死んでるよね、はい、じゃあ一応あの下痢止めの薬ね3日分出しておきますんで、今日夜ご飯これからでしょ、あ、そうですそうです、うん、じゃあ今日の夜から飲ませてください、ご飯に振りかけてね、でじゃあサンプルも使ってください、はい、はい。